お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はまた卵料理やりたいと思うんですけど、あのファンの方からですね、あの玉ねぎをたくさんいただいて、ありがとうございます。なんか淡路島のめちゃいいやついただきましたのでございまして変なこと言っちゃった。今日はその玉ねぎを使って親子丼を作りたいと思います。結構ね、大量に作るけどトロトロ卵にできるっていうね、親子丼やってみたいと思います。見てね。はい、できました。このね、大量だけどちょっとずつ卵入れて最後火を通して完成させてあげることでトロトロにできますと。はい、人数が多い時も便利。それでは早速いただきます。鶏肉もだいぶでかく切ったからね、唐揚げくらいの大きさなんですよ。いや最高だよね、親子丼って。卵とろとろ。もも肉もいい感じにプリンプリンですね。みりんも醤油もしっかり入っとるんで、結構味がちゃんとしてます。ご飯に染み込んだタレがたまらん。いい感じ。三つ葉。爽やか。あ、やっぱ三つ葉の香りはいいね。合うよね、親子丼と三つ葉ね。ネギもいいけどね。
この真ん中ら辺のご飯が激アツだ。うん、きのこのお味噌汁もあります。お味噌汁が 1.5 キロくらいで、多分このご飯が6キロ弱ぐらいな気がする。うん、えのき梅。よいしょ、三つ葉がまだね、いっぱいあるからこの辺に入れとこ。多い？多いかな。やっぱシャキシャキがある方がね、美味しい。うん、うまっ。この三つ葉がさ、前髪がえらいことに、はあ、この三つ葉がさ、結構スーパーで安く売られてる時があってね、58円とか一袋。たまにね、こうやってがっつり買っちゃいます。好き。何でも入れたら美味しい。次また味変したいと思います。結構卵系は定番かな。山椒です。たっぷり。うん、いつもこう山椒かけるとお高級な感じがする。お高級。中華山椒のあのホワジャオとはまた違ってね、日本の山椒は本当にビリビリはあんまりなくて香りが強いなっていつも思う。うん、今日なんかね、余ってたマッシュルームを入れてます。メインはね、えのきとしめじなんですけど、マッシュルームが2粒だけ余ってて、2キノコなんて言ったらいいか分からんけど、余っててマッシュルームがちょろっと入ってるんですけど、まあキノコだからね、味噌汁に入れてもう美味しいよ。よし、もうあとこんだけしか残ってないんですけど、最後の味変をします。じゃんじゃん、のりです。もみのり、寿司のりを自分でもみもみしたもみのりなんで、サイズが結構ランダム。あー、いい匂いだよ。のりはいいね、やっぱ常備しときたいよね。うん、最後の唐揚げのようなお肉。完食しました。ごちそうさまでした。はい、親子丼とお味噌汁完食です。
なんかね、食べながらめっちゃ多いな、なんかって思ってたんですけど、最後ね、さっき空になった器の重さを測って引き算したら、なんと総重量が 7.2kg ぐらいありました。そりゃね、お腹いっぱいになるわという感じで、やっぱ親子丼はね、密度が高くなりますね。こうギュッと、ギュッとずっしり重たくなりましたね。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。はい、やっぱり卵料理は最強ですという感じですね。はい、今日のお料理のアップの画像はインスタグラムに載っけてます。最新情報は YouTube コミュニティと Twitter でつぶやいてますので、ぜひぜひ気になる方はチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。